おはようございます。山田です。今日はですね、玉ねぎの、発芽率を上げるということと、もう一つはですね、その後の育苗管理というところについてお話をしていきたいと思います。見ての通り、玉ねぎ、こちらもみじ3号、こちらがこの2つが根を合わせあります。これ以外にも育苗箱、あとはですね、セルトレイ、そういったものでも、育苗してますので、そういったものについてもこの後皆さんの方にお伝えしていきたいと思います。まずは一番発芽率が成功が高いのは、こういったプランターを使うのが一番、いいと思います。で、僕がどういった管理をしていくのかっていうところから言うとですね、まず種まき梅土、この種まき梅土については、一般の種まき梅土を使います。どういったものを使うのかというと、このような種まき梅土を使います。こちらはプラグトレイとかね、ポットとか、このハッシュに最適適用できるっていう種まき梅土になっていて、まあこれは一般的にホームセンターとかでも売られているものになります。特徴としては、育苗に対応した細かい芽の原料を使用していますっていうことと、あとは緩効性肥料により肥料が約30日持続しますよっていうふうになります。発芽率とか生育が良好、排水性保水性良好で、軽量で取り扱いが容易にできますというね、40ml タイプのものを、基本的には使います。この間コメントでもあったんですけど、種まき梅土って結構高いですよねとかっていうふうに言われてるんですけど、まあ結構高いんですよね。これ1体買うだけで1000円以上はしますんで、比較的値段は高いと思います。で、この種まき梅土に関してはこのように柔らかい、ふわふわの、まあ、一般的な梅土になります。で、ただ、玉ねぎと普通のお野菜、例えば、夏野菜とかで言うと、ナスとかね、ピーマンとか、キュウリとか、そういった育苗に関しては、だいたい30日ぐらいの育苗になるんですけど、まあ、そのためにこの30日の持続って書いてあるんですけど、玉ねぎの場合はですね、こちらの育苗に関しては、だいたい55日が目安になります。ハッシュをして、種まきをしてから55日間の育苗期間というふうになるので、およそ25日から30日ぐらいを、まあ、1ヶ月近くはですね、肥料が切れてしまうっていうふうになります。で、そういった場合に、どういったことを行っていくのかというとですね、それがこちらになります。こちらがメネデール、植物の活力素ですね。栄養素になります。液肥になります。で、この液肥を、およそ1週間おきとか2週間ぐらいのペースで苗の育苗に合わせて、散布していきます。で、そのようにやってですね、こちらの苗を、まあ、だいたい鉛筆の太さより若干細いぐらい、長さがですね、だいたい30センチぐらい、30センチ、そうですね、あまり大きくさせないように育苗の管理っていうのをやっていきます。で、そのようにやることによって育苗というのはいいと思います。あとはですね、ハッシュ、種まきをしてから発芽を上げるまでにどういった管理をするかというと、動画でもいくつかお伝えはしてるんですけど、今ハッシュをしたものがあるので、ちょっとね、そちらの方を少し見ながらお伝えをしていきます。今こちらに、ハッシュをした、種まきをしたものがあります。こちらはですね、セルトレイ、こういったセルトレイに種まきをしてあります。このセルトレイにたっぷりと水分を含ませておいて、その上にこのように新聞紙をかけておきます。これ発芽が見込めるまではこの新聞紙を敷いておきます。で、発芽の目安というのがあって、だいたいこれ4日から1週間で発芽が見込めます。今天気がいいので、だいたい4日ぐらいで発芽が見込めてきます。その発芽が見込めてきたら、芽がちょっとだけ出たら、この新聞紙一斉に取ります。そして日の光に当てたりだとか、水分の管理とかっていうことをやっていくようになるんですけど、それまではこの新聞を敷いてあげて、まあ、見てわかるようにこのように濡れてます。こんな感じで濡れてます。これ毛細管現象といって、下から水分を吸い上げている現象が起こってます。このように新聞紙をすることによって、保水と保温をして、この中の育苗をしていくまでの発芽の環境というのを整えてあげます。で、これを整えてあげることによって発芽率を上げるというふうになります。
僕の友人が今年ネオアースを巻いて、発芽率が 60% だったんで、もう一回巻き直しをしたんですよっていう話がありました。で、どのような管理かっていうのを細かくは聞かなかったんで、わからなかったんですけど、まあ、僕の場合はですね、このように、発芽が均一に出てきていますので、まあ、およそ 80% 以上、90% 以上になっていると思います。こちらも同じように、新聞紙をかけて、発芽が確認できた段階で、新聞紙を外して、このように、日にさらしていくような形になっています。まあ、僕の友人が、発芽が見込めなかったっていうのは、ちょっとどういった原因だったのかっていうのは、まあ、よくわからないんですけど、まあ、育苗箱で管理をしていたっていうふうに言ったんですね。で、育苗箱の管理がこちらになるので、ちょっとそちらを見ていきたいと思います。育苗箱については、このように、管理をしています。基本的に、育苗箱の場合は、まあ、この後、どういった育苗箱を使うのかっていうことも含めてお話をしていきたいと思いますけど、今このように発芽が見られてます。このようにちらほらと。これ最初、芽が出てくるとき、白い芽が出てきます。これ新聞紙をかけてるので、日光に当たってない状態なので、白い芽が本当に1ミリとか、それぐらい出てきますんで、その段階ですぐ新聞紙を取ってあげて、このように畑の上に置いてあげます。まあ、これあくまで僕のやり方ですので、参考にする方はしてもらえばいいと思うんですけど、肝心なのがこの育苗箱なんですけど、比較的薄いので大丈夫ですかっていうのがあるんですけど、育苗箱も、お野菜で使っていいものと、適したもの、適さないものという、この二つのタイプがあるらしくてですね、ネギ苗に関しては比較的、この状態でよく育ちます。ここら辺が一番よく発芽が見込めてるのでよくわかると思うんですけど、このようによく出てきて育ってきてくれてます。こんな感じで出てきてますね。こちらは今遮光してます。日を切ってます。どういったことになってるのかっていうと、これはですね、この中に、これはセルトレー、128ケツのセルトレーですね。こちらがこの中に入っていて、不織布で覆ってあります。一応保温と保水をするために不織布をかけてあるんですけど、こちらも発芽が見込めてきたら、このシートを一斉に外します。そうするとどういうことになるかっていうと、まあ、こちらがセルトレーになるんですけど、このように発芽してくると。で、土のこの畑の上で管理をしていくというになります。で、こちらが育苗箱の、苗になるんですけど、これは長ネギなんですね。また玉ネギとは違うので、先ほど、あちらで見たね、こちらで見たのが玉ねぎになりますので、まあ、それがしっかりと育ってくれれば、このようにこう大きくね、育っていきます。ちょっと、こちらの育苗箱の、使い方、僕はどういうふうにやってるのかっていうのをね、ちょっと説明していきたいと思います。育苗箱に関しては、このように育苗箱があるんですけど、まあ、新聞を下に敷くっていうのがまあ基本になります。やっぱり均一に梅土が下に、敷けるっていうメリットがあるので、新聞を敷いていきます。まずは育苗箱については、このような、いくつもこう穴が開いているものと、もう一つはですね、このように、網目が大きいもの、そういったものがあります。で、どちらを使っても問題はないと思います。まあ、こちらの方が、畑の上に置いた時の根張りがいいと思いますので、こういったの方が、適しているのかなというふうに思いますけど、新聞をこのように立ててですね、このような状態にしてからですね、梅土をかけて敷いてあげてですね、種まきをしてというふうになって、この新聞紙を突き破って根が生えてきますかっていう質問があったんですけど、この新聞紙、溶けます。ほぼほぼ溶けてしまいます。もう分からなくなってしまいます。苗の、根っこがですね、伸び出すと、ここを突き破って、この下の、そう、先ほどの、畑の土の上に置いておくと、下に根が張り出しますので、これ自体を敷いたところで、特に大きな、障害がある、
そういったことあります。逆にメリットの方が多いと思います。牛タンに材料を均等に敷き詰められるっていうことのメリットだとか、そういったのがあります。あとは、こういったセルトレイを敷き詰めて、このように、通気性の良い場所で、育苗の管理っていうのも、有効になると思います。育苗ガイドが、30日間の緩効性肥料ですので、どうしても30日以降は、苗の生育に障害が出やすくなってしまうので、育苗する管理の上では有効なんですけど、30日後ぐらいには畑に、置いてあげた方がいいと思います。それ以外に先ほどのメネデールとか、液肥ですね。液肥でこう管理をしてあげる。というのも有効な手段になると、有効な方法に、ね、なると思いますので、もうやり方それぞれでいいと思いますけど、そのような感じで管理をすればいいのかなっていうふうには思います。発芽率を上げるためには、先ほど説明したように新聞紙をかけておく。これが、本当に有効な、ことになると思います。僕はそれで発芽率を上げてますので、バイドは、玉ねぎの専用バイドって僕は知らないんですけど、このバイドでほぼほぼ発芽率が、いいです。逆にですね、肥料分が高いバイドでやると、どうしても、こちらね、少しね、肥料分の高いバイド実は使ってやったんですけど、見ての通り、同じぐらい種まいてるんですけど、こちらはね、少し、苗が溶けてます。発芽率が要は悪いんですね。発芽率っていうか、その育苗後の管理の上で、やっぱり肥料分が高い方が苗がやられやすいのかなってあります。で、こちらの方がやっぱり肥料分が、育苗用として使っているバイドなので、やっぱりこのようによく発芽されてるのかなっていうのがわかります。これ中奥手種になりますので、来月11月の中旬近くまで育苗していきます。11月の上旬ぐらいにはだいぶ大きくなると思うんですね。あと1ヶ月。これが9月の中旬ぐらいに発種してるので、11月の上旬ぐらいには多分もう苗が出来上がるっていうふうになると思います。これだけの量ですから、畑に定食をしていくのが結構大変になりますので、日をずらして2週間とか、10日とかずらして、育苗という管理をしています。中奥手の品種、このもみじ3号と、ネオアースについては、それ以外にも中奥手種っていうのはたくさんあるんですけど、基本的には9月の中旬以降が種まきです。で、10月の上旬ぐらいまでに種まきを済ましておくっていうことをやると、管理は、大丈夫だと思いますので、そこら辺も参考にしながらですね、皆さんなりの栽培方法っていうのを掴んでいくと、いいのかなと思います。あくまで今回は、僕のやり方ということでご紹介をさせていただきましたので、育苗の管理とかね、様々な管理の仕方っていうのがあると思いますので、そこら辺は多くの方がね、いろいろなことを動画でもお伝えしていると思いますので、そういったのも参考にしながら、玉ねぎは今年高騰してましたよね。栽培したいという方が多分多いと思うので、失敗しない玉ねぎの栽培方法ということで考えている方もたくさんいらっしゃると思いますので、一つ参考にしていただければと思います。で、今日はね、この辺で終わりにしたいと思います。